はい、6月23日月曜日、しゃべくり松代の時間です。松代も梅雨に入りまして、昨日まで雨が降り続いていたんですけれども、今日はすっかり晴れて明るい一日になりました。庭ではアジサイが、山ではアンズの収穫やタケノコの収穫を楽しむ季節になりまして、我が家も夕べは、破竹のタケノコご飯と根曲がりタケのタケノコ汁で豪華な食卓を囲みました。皆さんはタケノコ食べましたでしょうか。さて、記念すべき第191回しゃべくり松代は昨年秋立ち上がりました。松代若者会議の代表小山信也さんをお迎えして、松代若者会議立ち上げの経緯と今後の展望と題しまして、若者たちの新しい動きについてお話を伺います。小山さん、よろしくお願いします。お願いします。まず小山さん、普段は何のお仕事されているんですか。はい、普段はですね、自営業であります、金松物産という青果業をやらせてもらっております。主には信州の伝統野菜、それから有機無農薬野菜、地場野菜を中心に、小売り、それから卸売りの方をやらせてもらってます。今、信州伝統野菜という話が出ました。はい、小山さんは町の八百屋さんというだけじゃなくて、お仕事を生かして町おこしの活動もたくさんしていらっしゃると伺いました。ちょっとご説明お願いします。はい、今長野県にはですね、63品目の伝統野菜がありますけども、この真白町からもですね、2品目伝統野菜として認定されているものがあります。その一つ目がこの写真の松代一本ネギ、それから2つ目はですね、松代青大きゅうり、この2品目がございます。この伝統野菜の生産、それから販売を金松物産でもやらせてもらっています。はい、はい、それからですね、アンズがですね、この真白町が発祥の地と言われておりまして、このアンズを使って今真白町の良飲組合の皆さんと協力をしてアンズおこわの開発に取り組んでいます。それからこのアンズをですね、守るために真白町の東城という地区にですね、アンズ畑が一帯に広がる地区があるんですけども、そこのアンズ畑を守っていく、NPO 法人アンズこの里ハーモアグリという、活動もやらせてもらっております。アンズは松代が発祥だったんですね。はい、まあ、ちょっとなかなか森の方が有名になっちゃってね、ちょっとよく分からなかったんですけど、はい、またその辺の歴史に関しては、はい、街歩きセンターの方に来ていただければ分かると思います。はい、分かりました。はい、それか金松の方へ。あ、そうですね、はい、はい、分かりました、よろしくお願いします。はい、であとこれ来月ね、19日と20日、7月19日20日祇園祭りがありますけれど、はい、この、この獅子の方、はい、方にも入ったりとか活躍されているようなんですけど、はい、ちょっとお写真説明してください。はい、この祇園祭りもですね、江戸時代からずっと伝わりまして、今では長野市の無形文化財にも指定されたお祭りなんですけども、だいたい重さが40キロ近くある獅子頭をですね、私の体重と同じぐらいですね。はい、意外に軽い。あ、そうですね、そうなんですよ。はい、はい、これを一人で持ってですね、舞うんですけども、本当に多くの観光客、それからお客さんに毎年楽しんでもらっているお祭りになります。これが40キロというね、はい、大きいですね、すごいですね。ですね、昔は全国から、ね、はい、お祭り見に来られたっていう、はい、伝統のある、ね、そうですね、祭りなんですよね。はいはい、こんな男気たっぷりの信也さんなんですけれどもね、趣味は音楽でレゲエがお好きで歌を歌うんですよね。はい、大学時代から、はい、レゲエにどっぷりハマりまして、はい、ずっとお勉強しないでね、そっちの方にハマって、ね、はい、レゲエのお勉強たっぷりしてきましたんで、このなんかこうね醸し出してますけどね。はい、すいません。では、前置きが長くなりましたけれども、本題に入りたいと思います。はい、このようにね、町おこしの活動をたくさんされてきて、どうして今回松代若者会議というものをね、立ち上げようとしたんでしょう。はいはい、きっかけは何だったんですかね。はい、きっかけは本当にシンプルで、自分たちの世代が、本当に楽しいと思える街にしたいというのがきっかけです。はい、はい、
目標と か, なんか、はい、あの目指しているものというかあるんでしょうか。はい、あの目的としてはあの短期的なものと長期的なものがあるんですけども、まず短期的な目的としては、一つ目は同世代を中心とした真っ白に思いを持つ人がつながりを生み出せる、場所にしたいということ、それから二つ目に今までの真っ白の街づくりがどのように行われてきたのかを勉強していくということ、三つ目に自分たちがワクワクする理想の街を、語り合える場所を作るということですね。長期的な目標としましては、一つ目は、街づくり町おこしに関わる、組織団体それから活動が一つになって動いていくような仕組みを、自分たち真っ白若者会議で作り出したいということ、二つ目には真っ白にある、多すぎるぐらいの、歴史文化財名所、物などを最大限に生かして観光、文化財いっぱいありますもんね。そうですね、はい、観光客誘致ですとか交流人口増につながる若者視点の街づくり、それから街おこしを行えるようにすること、で最後3つ目が、街づくりのですね世界モデルに、なること、これを目標としています。夢は大きいですね、はい、これだけねあのコンピューターが普及してきて電話やパソコンを持ち歩く時代になっても、はい、いつでもねどこでも連絡が取れるという時代になりましたけれども、はい、実際にやっぱり人が集まって交流を深めることが大事で、はい、それこそが街を動かす力になるということですね。そうですね、はいはい、では若者会議では具体的にどんな活動をされているんでしょうかね。はい、具体的にはですね毎月1回、真っ白若者会議ということで行わせてもらっていて、はい、その会議の中の前半をですね勉強会という形で位置づけまして、はい、真っ白の街づくりに関わる団体組織それから活動をされている方をお招きさせてもらって講演をしてもらっています。それからその会議の後半を実際の若者会議というふうにさせてもらって、全体で動いている、活動しているものを議題に挙げさせてもらってそれに対して意見交換などをしています。そしてはい、毎回その会議の後には、お楽しみの打ち上げを、はい、行っております。はいはい、メンバーの構成はどんな感じなんでしょうかね。メンバー構成はですねだいたい10代から40代までの10代から、はい、あすごいですね、はい、学生からですね、それから農家さん、自営業サラリーマンそれから公務員、など幅広い、職業の人たちが参加してます。皆さん松代町内の方ですか。松代町内の方とそれから長野市民隣の千曲市民の方で、うん、真っ白にとにかく思いを持っている人が集まっています。はい、あそうですか、はい、いろいろな世代や、ね、仕事の方が関わっていろんな意見を出し合って実行に移す、はい、特にあの市役所の職員の方もいらっしゃるということでね、はい、町づくりにそういう行政の方がいらっしゃれば、はい、あの行政と町の、ね、架け橋となってもらえるということでね、はい、とても心強いですよね、はい、そうですね、まさにね官民一体の街づくりということでねとても理想的ですね、はい、あとブログを作られたということなんですけれど、はいはい、これもあの若者会議の中からあの出たアイデアで実際に今動き始めたものなんですけども、ネイバーフット松代というブログを立ち上げまして、ネイバーフットっていうのは界隈という意味を持つんですけども、あの松代を中心とした松代周辺の、若者から見た楽しい場所ですとか、美味しい料理屋さんですとか、何かその若者に向けての、発信できるものをアップしているブログです。でこれは一人が運営するんではなくて、真っ白に思いを持つ数名がですね自分たちのそれぞれの視点で、感じたものですとか、取材したものをアップしているので、同じ内容同じことであってもそのブログをアップする人によってまた見方がいろいろ変わってくるので、うんうん、見ている人も楽しいと思いますの で, です、ね、ぜひ、はいはい、ご覧になっていただければと思います。時々ねラブちゃんっていうねワンちゃんが出てきたり、はい、投稿者の名前もねとてもユニークなんですよね、はい、皆さんぜひ ね, ね、はい、見ていただきたいですね、はい、楽しいブログなので、はい、ご覧ください。で会議は今月10回目を迎えたそうですけれども、はい、ここまで活動してきて、はい、成果はどうでしょうか。まずあの先ほど言わせてもらった短期的な目標の部分で、とにかく自分たちと同じ若い世代が
集まれる場所という意味では、毎回、みんな集まってもらってそこでいろいろ情報交換をさせてもらったり、その後の打ち上げで楽しく話をさせてもらえるという意味では、若者が本当に集まり出しているという部分で大きな成果が上がっていますし、具体的な動きとしてネイバーフット真っ白が立ち上がったこと、それから、つい最近ですね、これが真っ白町に今度生まれる、寺町商家という文化財があるんですけども、ここの指定管理者の応募が今長野市で行われているんですけども、これを真っ白若者会議でも実際に勉強会それから見学会を開く中で、若者会議でこれを運営できないかということでいろいろみんなで勉強したんですけども、それにはいろんなまあ壁があったんですが、夢空間さんのお力をお借りしてですね、これを若者会議のメンバーである、西村智子という、ね、女の子が、はい、今指定管理者として応募をさせてもらえる段階まで実際に今来ました。じゃあもしかしたらここがね、寺町商家が新しい若者会議の拠点になる、はい、そういう可能性があるってことですね。具体的な目標もしっかりあってこれから楽しみですね。じゃあ最終的に目指すもの、具体的な目標というか、あるんでしょうか。最終的に目指すものですね、簡単に言うと、とにかく自分たちが、住んでいてワクワクできる町であること、それから自分たちの次の、世代ですね、子どもたちの代もワクワクできるような町にしたいということがもう最終的な目標です。ありがとうございます。子どもも大人も、住む人も、訪れる人もワクワクできる町にしていただきたいと思います。今後の活躍を期待しています。ありがとうございます。この若者会議にもし入りたいよっていう方がいた場合はどういうふうにすればいいんですかね、っていうか資格とか入会資格とかあるんでしょうかね。あの資格に関してはですね、真っ白に対して、熱い思いを持っているかいないか、その1点だけです。そうです、で会議の方に毎月1回ある会議に来ていただければ、そこに名簿がありますので、名簿に書いていただければ自動的に入会という形になりますので。会議はどこで分かります？今あの Facebook で毎月アップしていますけども、大体会議はあの商工会議所を使わせてもらっていますので、情報は、街歩きセンターさんか、金松物産か、その Facebook で、真っ白若者会議を検索していただければ、分かりました。分かりました。ありがとうございます。じゃあちょっと最後に、若者会議あるいは真っ白の街づくりに対して何か熱い思い、まだ言い足りないことありましたら、お願いします。壮大になってしまうんですけども、この真っ白で生まれた佐久間象山先生が、開国をする際、開国をしたんですけども、その象山先生に習ってですね、この真っ白がもう一度世界に向けて発信できる、町としてもう一度生まれ変われればという思いで今やらせてもらっていますので、ぜひそういう思いを共有してもらえる方がいらっしゃいましたら、真っ白若者会議にぜひ遊びに来てみてください。お願いします。ありがとうございます。この組織というのはね、どういう人が中心になって動くのかっていうのが大変重要だと思うんですけれども、熱い思いとともに人を引っ張っていく力や人を包む力とか実行力とか必要だと思うんですけど、小山さんはどれもね持ち合わせていらっしゃって、誰からもね、どんな世代からも愛される人柄で、街をねこれから引っ張っていっていただくのにとてもふさわしい方だなというふうに思いました。その昔あの明治のね時代にも時代が大きく変わった時に、あの松代青年会という組織があったそうなんですけれども、またあの新しい時代に、松代にもう一花咲かせようという思いで、あの富岡製糸場がね今、あの世界遺産になったんですけど、その富岡製糸場に行って日記を書いた和田英さんという方がいらっしゃるんですけど、その方がの弟さんがね、その主要のメンバーになって、松代青年会というのを作っていたそうなんですけれどもね、またあのそんな過去の先輩の活動も ね、勉強して、あの活動を引き継いで、あの思いをね引き継ぎながら活動していただいて、平成の新しい松代をこれから、小山さんが中心になって新しい町あの町づくりを、全国に、さらに世界に、
発信していっていただき、はい、いただいてね、後世の 松代市に、はい、若者会議の名が連なるように、はいはい、頑張っていただきたいと思います。まだまだお話伺いたいところですけれども、はい、そろそろお時間が来ましたので、今日は松代若者会議の代表、小山信也さんをお迎えしまして、はい、パーソナリティ山本薫がお伝えいたしました。本日はありがとうございました。ありがとうございました。今日のお知らせをお願いいたします。はい、そうしましたらですね、こちらにあります、三岡製糸場、今日ね今世界遺産になったということで、はい、号外も出たみたいなんで、そうですね、そういった感じでですね、7月の12日それから8月の23日、はい、9月の13日と、はい、一応松代学講座っていうのがね、一応松代伝承館で一応やる予定でいます。隣ですね、はい、うん、そうです、はい、これまあ一応あのいろんな方の、ね、精神に関わった方、三岡製糸場に関わった方のね、はい、お話をちょっとやります、ね、あ、そうですか、はい、はい、それともう一つはね、雪村と真田重氏ね、そういった形 の、あのお話、これもね、はい、講座みたいなんですけどね、7月4日、7月25日、はい、8月29日、9月の26日、はい、これは一応町歩き選定伝承館でやっぱりやる予定でいます。あ、そうですか、はい、4回あるんですね、はい、こういったものもちょっとご案内したいなというふうに思います。よろしくお願いします。はい、はい、よろしくお願いします。じゃあ来週の予告をお願いいたします。はい、担当は三田さんが、はい、行います。よろしくお願いします。30日ですけど、山寺定山亭竹山協力会という形でね、はい、会長の宮入さん、それから会計の久保田さん、この2人に出ていただいて、協力会についてね、お話聞ければいいかなというふうに思いますので、はい、ご苦労様です、はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。お願いします。それから松代、また見てね。